萩の花が両側を覆う、三道本道百合寺は、奈良県奈良市百合寺町にある新言、立秋の寺院。本尊は、阿弥陀如来。開山は、ゴ蔵と伝える。奈良市街地の東南部、春日山の南に連なる高窓山の山麓にあり、境内から奈良盆地が一望できる、継承地に立つ。関西花の寺25霊場第18番札書。なお、寺号の、 白号は、ふっつの眉間にある白い巻毛のことである。白号寺という字号が、資料に見られるのは、鎌倉時代以後のことで、寺の創創については明確でない。伝承によれば、白号寺の地には、奈良時代の和道年間、四季の王子の山僧があったとされ、境内には四季の王子の歌を刻んだ、万葉花碑が立っている。関家本、所持演技集によれば、白号寺はゴ蔵が、 高窓山六に混流した岩淵寺の寺院であったという。権蔵は空海の死にあたる三論宗の僧である。なんと白豪寺採業演技によれば、白豪寺は英尊によって中興されたという。英尊は、新言、立宗の祖であり、奈良の最大寺を中興したほか、多くの寺院を中興し、社会事業を行ったことで知られる。同演技によれば、中興。 第二祖の道章は、校長元年、一歳教を将来し、翌年時代に教像を建てて、これを収めたという。教聖寺に残る上級二年の教官の罰には、白合寺一歳教のうちとあり、これが、資料上の白合寺の所見とされている。白合寺には、本尊の阿弥陀如来像や、円魔堂に安置されていた円魔王とその眷属像など、 鎌倉時代作の仏像群が現存している。大乗院寺社雑時期によれば、明王六年、白号寺は、古市氏と筒井氏の陛下に巻き込まれ、当時存在した本堂、円馬堂、多宝堂、一切共像などの道具を、ことごとく消失した。前述した鎌倉記の仏像は、安置されていた道具から持ち出されて現存するが、その際に小損をこむっており、 大山王像の像内には、陛下の翌年の名王7年の修理名がある。俗な行雑録という資料によれば、寺は、永翔17年にも、古市氏と筒々氏の陛下に巻き込まれて消失している。江戸時代の歓永年間に、幸福寺の学僧である空喜びによって、復興されるが、法暦7年にも失火で消失していて、古い建造物は残っていない。かつて存在した。 他方東木造大山王座像郵便番号630-8302奈良県奈良守備役号寺町392ピアニッシモ117から118ピアニッシモ119から 122P125P126 藤田伝三郎男爵の三男彦三郎が建てた宝塚山層に移築されていたことが判明する1949年 山陽電機創業者である、井上俊男が、藤武からこの別荘を譲り受けて、名称を、井上山荘と改め、現在に至る。菩薩座像、泰山王像の説明は、奈良最大寺天図録の出品作品解説を参照した。ありがとうございます。